見る、なんかこう本当でレントゲン撮ったしたら多分なんか肺が何やったっけな、ちょっとね私もね一応見たんよ結果を。でなんかどっかが炎症を起こしとるかもしれんってやつと、でなんか肺がどうのこうの書いてあったけど、マジで一個もわからん単語っていうか一個もわからんことしか書いてなくて、あとりあえずこれはでもまた多分あの前回行った内科のところにまた先生に持ってって、そこでやっとわかるんかなと思って、とりあえずねもらった診断結果を、声がガサガサやもらった診断結果をねまた病院にね持ってって、多分そこでやっとこう、あこういうことが起きて痛みが起きてるんだと思いますっていうのが分かると思う。肺炎とかでは書いてなかった、ただ肺がなんかこう萎縮みたいなやつ書いてあったけど、ちょっと私もよく分からん、マジ難しい言葉しか書いてない、これは暗号でしょうかみたいなでもね多分ねそんななんか大した病気とかじゃない、ただ単にこう多分肺がちょっとなんかこうどっかが炎症を起こして、それに対して肺が萎縮しちゃってズキッてきとる一瞬だけみたいな、でも心臓じゃなくてよかったなってね、声ガラガラなんでこんな声ガサガサ、寝起きやからってのあるけど、はあ、いやなんで、なんかびっくり息するのも辛い、もうなんかそんぐらい疲れてる今体が、水分が足りてないんかな、ちょっと水飲むわ、そうね、まあでもまあでもちゃんとした病名じゃない、ちゃんとしたその診断結果っていうのはまだちゃんとそのあこうですねっていうのは聞いてないから、その私が診断結果みたいなこう、まあ、ようわからん本当にバババって書いてあるやつを見て、あ多分肺かなって思っただけやけん、本当に肺なんかもわからんし、でも心臓ではない気がする、心臓ではなかったって多分書いてあった、よくわからんけど、ちょっと待ってストロー取ってくる、すぐそこに、だからね大丈夫なんだけど、とりあえず水分取るわ、寝起きやし、あちょっと本当にだるい体が、うーわえワクチン打った私今日でもね、やっぱ大きい病院ってさ怖いわ、私大きい病院あんまり行ったことないやん、そもそもそのなんか病気にかかったこととかがないから、そんななんか大きい病気っていうの、もう大体さ小さい病院っていうか、まあ近所にあるそういう病院で、まあ、風邪ひいたりした時とかにお薬もらうみたいな感じやったんや今まで、だから大きい病院に行ったことがなかったからめちゃめちゃ緊張した、それとね怖かったやっぱり、コロナの、注射も受け付けとる病院やし、患者さんもおるみたいな感じで書いてあったんよ、だから怖かった、ちょっととりあえず早く帰りたいなって思っとったなんかまあその一応病棟とかはさ入院しとる人とか違うやろうからあれやったんやけど、なんかね忙しそうやった、だから医療従事者の皆さん本当にいつもありがとうございますって最後にね心の中で忙しそうにしとったからね、さすがにこう面と向かって言うとなんやこいつって思われそうやからあれやけど、心の中でいつもありがとうございますって言いながら帰った歩いてで
マジ大変そうやった。もうずっとバタバタ動いとったもん、いろんな人がね。で大きい病院やったから、まあやっぱいろんな科があるわけよ、まあ、小児科みたいな感じのところとか、レントゲン取るところとか。いや具合は悪いわけじゃないよ。今がちょうど、あ、まあ疲れが今どっときとって寝起きやしねだから今体がもうだるおもーって感じなの具合悪いわけじゃないよ、具合は大丈夫、元気ああ、いやなんかでもね、なんていうんやろ、ほんとめちゃめちゃ緊張して、なんか何されるんやろって感じやったからねでもちゃんとその最後、あの私が初めて来た人っていうのは、その最後担当してくれた人がね、分かっとったから、あの出口分かんないですよねって言われて、途中まであの送ってもらったっていうか、途中あのここまっすぐ行けばいいですよってとこまで連れてってもらって、あ、ここまっすぐ行ったら出口なんで、はいって言われたから、あ、ありがとうございましたって言って、ちゃんとすいません言ってペコペコして帰っためちゃめちゃ親切だった。忙しいのにな、本当に。うん。感謝の心は忘れずに、どんだけ対応がひどくてもね、ひどくても、まあよかったらさ、そりゃ ありがたいなって思うやん。ひどくてもありがとうございますっていうのは忘れません。感謝を忘れない女です。あー、ちょっとマジでやっぱ寝起きの体のだるさ本当にやばかった。たまにさ、もう本当にめちゃめちゃ疲れとってさ、あ、もうちょっと無理やと思って、まあ1時間ぐらい寝てさ、パッて目が覚めて起きた時さ、本当に息するのもだるいぐらいめちゃめちゃ体がさ重い時ない？私さっきそれやったよ、マジでもうマジ息するのだるって思うぐらい疲れてた体が。うわー、なんか今日栄養があるもん食べよ、スタミナがつくもん今日しんどかったよ、寝起き。なんか短い時間寝た時とかさ、もう本当に本当に体がめちゃめちゃ疲れてる時ってこういうのなるよね。よくなるね。今日はでも多分疲れの方やと思う。気づかれしたっていうのもあるし、やっぱ初めての病院やしな、あんな大きいとこ行ったことなかったから、うわ、ど、何、何みたいな。落ち着かんかったもん、ずっと。そうね、昨日公演あったからっていうのもある。マジもうなんか疲れたって感じやわああ、疲れが溜まってる時にワクチンにかみ、でも明後日だから、明日休んで、明日しっかり休んで学校行って
で、まあ、夕方にねワクチン接種してって感じやから、めちゃ目が痛い。MC はダンスもすごく、優しすぎる。 MC 私全然昨日ダメやったなって思ったよ全然うまく締めれんかったから、いつもあっこねどうやって締めようかなって毎回考えるやん、あの中盤 MC 難しいやん、次の曲に行く時ってさ。だから締めれんかったのがすごい悔やまれるくそーって思った日の。私ね再生能力めちゃめちゃ強い方やと思う。あのもう多分1ヶ月で終わるんやないかなってぐらい、マジであの本当に塞がってきとる。本当にいや、なんかねあの後ね誰かまた喋るんかなと思ったんよなんかねーって感じで終わったやん。ねーえ私みたいななんか誰かもうちょい喋ってくれるんかなと思って誰も喋らんかったけ、あ私か、うん、ちょっと終わりがわからんかった。難しかった昨日のは。なんか終わりかなとも思ったんよ。終わりかなとも思ったけど、なんかちょっとまだ喋りそうな感じだったから、あまだかなって思っとったら、あえ感じやったから申し訳ないことをしたと。あー疲れた。そうみんなガツガツ喋るタイプじゃないから結構 MC はね頑張んないとなって感じだからね毎回ねやっぱお題とかなんもないし、自分たちで何喋るみたいな感じだから、だって本当にあの中盤の MC もエンジンをいつも15分前ぐらいにね、開演の15分前ぐらいにしてるんだけど、あ、そういえば中盤 MC 何にするみたいな感じでやって、あ、そっかそっか MC になったんだよねみたいになって、何話そうみたいな。でミクリンがちょうど誕生日を迎えたから、なんかこう大人になったらやりたいこととかそういう感じのにしよっかみたいなマイペースが多い。違う、あ、言わせて、私もう全力で頑張ってる毎回だからね MC をねしとる余裕がないんや、頭が回らんの踊った後。なかなかあ回さなきゃと思うんやけど、マジ息切れ半端ない半端ないのと、もうとりあえず誰か喋ってみたいなちょっと生きててか、あっこマジ水休憩させてほしい本当に。あのね、まあ、ぶっ通しであの公演レッドはレッドでぶっ通しでやるわけやん、終わるまで。うん、あの持たないです、口の中カッピカピあの水休憩が欲しい、あっこにマジで許してもらえるなら。でも本当にきつい、水がないとえだって前半で私もうバーコードの前髪になるぐらい汗かいとるんよ。中盤とか絶対もっとかくやん、意思とかあるしさ、もう無理
あっこにマジ水休憩ないと本当に無理マジ本当に昨日も本当にねもう何体全体の水分がなくなってマジもうぶっ倒れそうになったなんか目の前がフラフラとかはないんやけどマジ水が欲しい水が欲しいってずっと思っとった石川さんクマのぬいぐるみありがくま石川さんクマのぬいぐるみありがとう、ホエイさんクマのぬいぐるみありがくまホエイさんクマのぬいぐるみありがとう唯一大手のアイドルさんでルームフォローしてるえしてある枠私の枠あら嬉しいありがとうそうやマジでどこも手抜いてねえからステージにおるときはみんな私を見てー思ってるからフフ誰も目合わせてくれんけどなんでか知らんけどえうん、水飲むのもしんどい。いた？いたいたいた。まあね、口内炎ができとるんよ。ここにこの皮膚のこの上唇の。いつもどの辺見てます？結構全体見てるよ。あの本当に最前列の人とかはあの近すぎて逆に見れんっていうのがあるけど、でもちゃんと見とるよ MC の時とか。あでも MC はそっかあんまり見てないか。うん、でも結構全体的に見て、あっあこに私の推しの人座っとるなとか、あ、あかり私のうちは思っとる人おるなとか思っとる。でやっぱ花道とかに出るとやっぱこう近いやん、最前列に座っとる人とかが。だからちょっとなんか恥ずかしいってなるしかもやっぱなんか自分のこと見てくれてなかったらすごいショックやから、目の前におるのになって、なんで見てくれないんだろうなって思うから、なんかこう傷つかないためにも見てない時もある。あ今全然見てくれてないなと思って遠くの人見たりとか、見てくれとる時は見てくれてると思ってあの見るよちゃんと。目いいよめちゃめちゃ。だから普通に立ち見のところにおっても見れるし、あの後ろの席、一番後ろの席におっても全然見える滑舌が福岡遠征で HKT48 さん見に行こうかなって思ってはいる。ぜひぜひ、あのまあコロナが怖かったら、コロナがもうちょい落ち着いたら、でも今結構落ち着いてるけど、まあ緊急事態宣言出てるからね。でも10月からはワクチン2回打った人はね、自由にというかそういうの関係なく移動していいって感じやから。そうだよ、そうそう、会いに行かないといつ後悔する前にね。卒業によっては分かんないけど卒
そのまあ卒業、あ卒業じゃない、公演がその卒業までにどれぐらい入っとるのかとかも分かんないしさ。だからその後悔しないでほしいわけ、私もね。ハッピーエンドめちゃめちゃいい曲だよね。もし次パンは早く行きたいんだけど、もうほぼほぼ落ちてる。右とか全然上がってない。あ、右じゃない左左見ながら右ってやばい。市祭礼の時って、でも今って市祭礼っていうものがあんまなくない？あれ市祭礼になるんか。わかんないけど、ハッピーエンドっていい人ペギンだ。違う違う違う、ハッピーエンド一番最後のアンコールで歌う曲、フルで歌う曲だよ。イーストペンギンの間のやつは僕だけのシークレットタイムっていう NMB さんの曲ですね。一応アン最後にあのフルで最初寝てるやつ。あれどういう気持ちであの寝た表情しとけばいいのかわかんないんだよね。なんか踊ってさ、ちょっとゆっくりしてからのアンコールじゃん。気持ちで寝てたらいいんだろうなーっていつも思う、寝て寝ながらだよね。いやでもやっぱりね、いるお客さんいるのといないのとでやっぱりね、盛り上がり度がつくもしてるし、表情もわかんないから、そのなんか昨日からずっと頭が痛いんだよね。もう本当にやだ。今日朝さ、鎮痛剤ってかイブ飲んでたのよ。まあ一応痛み止めと痛み止め一錠だけだけどね。飲んだらやっぱ収まるんだけど、こっちはね結構あんま痛くないのよ、そんなに。掃除機かけてる上の人、うるさい、どんどんしないで、そんなに。あれかな、やっぱ治って治りが早いっていうかあれだから、その神経じゃないけどこうつながってこうビビビビって。神さん、クマのぬいぐるみありがくま、神さん、クマのぬいぐるみありがとう。熊沢さんがまだ研究生の頃とかかな。研究生？研究生？ん？本当初期ってこと？
まだチームメイツとかもできてない時とかってこと？え、そんな前から知ってくれてるの？すごっ。子さんじゃん、じゃあ。ね、チーム戦になる前から知ってくれてるらしい。すごいね。じゃあ私のこけし時代も知ってるってわけだ。めちゃんこ髪の毛伸びたよ。うん。うん、デビュー当時。月に10日以上鎮痛剤を飲み続けていると頭痛が慢性化することがあるそうです。じゃあ絶対それかも。でもさ、そんなこと言われたって痛いもんは痛いな。親知らず抜いたし、みんな痛みを我慢しろと。そうだよ、最初からアメピだよ、ワイは。今思ったらさ、すごいよね。でももともと最初違かったからな、メンバーが。みんなの前でって言ったら変だけど、なんかちゃんと何回も、なんて言ったらいいんだろう、変わってからは夏窓とワイでやっとったけど、最初夏窓じゃなかったからね。なっちゃんはなっちゃんだったけど、まどかじゃなかった。最初まどかじゃなかった。でもその時代ってみんな知らないんだっけ。見たことあるよな、でも。分からん。お披露目しとるよ、それは。それって出てない情報もしかして。出とるよな、みんなの前でやっとったよな。おらんくなってきた。もうね、10年やっとったらね、昔の記憶がね、曖昧になってくるんよ、どん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 。そう、チーム H のになる前やね、多分あれは。チーム H になってからまた新しくっていうか、ユニットがちょっと変わったって。今やったらさ、ありえん話やけどさ、あの時やっぱ人も少なかったしさ、ね、なんかこう人数が減る公演っていうのがそもそもなんていうのなかったっていうか、まあ、絶対に16人いるみたいな状態だったのね、刹那やってる時。だって1期と2期ぐらいしかいなかったから。2期もおった
かなぐらいの時かな。ミキもちゃあの出てたかはちょっと私も記憶の中では定かじゃないんだけど、一回ねめちゃめちゃ高熱の中公演出たことある。あの時の状況だったからね、今考えたら絶対無理だろうなって思うけど、今考えたら普通に休むだろうなと思うけど、一回なんかハルッピがなんかなんだっけな、お仕事だったっけ、なんか急遽出れなくなっちゃって、でハルッピのポジション私が覚えてたから、え何やったっけな、なんかでもねハルッピが とりあえず出れなかったの。ほんででも私は体調不良で熱があったんよ多分インフルまでは言ってなかったけど、本当でもそれぐらいの熱があったんよ。ではこれはやばいと思ったけど、思って一応マネージャーさんにあのめちゃめちゃ高熱が出てますみたいな感じのやつを言ったけど、とりあえずまあ出ようみたいな感じになって全曲出た。ちゃんとすごくない、なんかそれだけめっちゃ覚えとるよね。グローリーデイズをなんか踊った確かね、今だから話せるやつすごいよな、全曲踊れる場合もすげえよな、んてか若さゆえなんやろな、多分若かったから、もう今だから無理無理無理いやあん時ねマジすごいね。今はねもうだってコロナとかさ、まあ本当命に関わるような病気がこう伝染しちゃってるから、そういう体調不良とかやったらもうすぐ休んでって感じだけど、あの時は本当人も少なかったからさ、もう代わりがあまりいない状態だったからね。でもやっぱセンターやん、ハルピってセンターやったから開けることもできんけど、そんなすぐね当日に覚えれるもんでもないから、本当にごめんけどって感じでセンターをやった記憶がある。だからずっとつきっきりで、あのトレーナーさんがね体調を気にしながらやってた感じがあったけど、懐かしい思い出ですよ、いい思い出でも大体ハルッピーのポジションは私がやってたよな。なんかでも昔のことを語り出したら いろんなことが出てくる。あんなこともあったね、あんなこともあったねみたいな。なんとか生き延びてるね元気やろ。いやでもねグローリーデイズのさ、なんか最後フリーダンスを一人ずつ踊るとかあるじゃん。でもなんか最初はさ、もうなんかやっぱアンダーだから
ていうのではないけどまあなんか自分で考えるっていう脳がその時全然なくて、まだだって入ったばっかりだったし、まあダンス習ってたとはいえね、自分で振り付けとか考えるのは下手くそだったし、とりあえずまあハルピが踊ってたやつをまあ真似してというか同じ振りを踊ってたんよって言われて、えみたいな。でもそれ本番直前っていうか本当始まる 1,2 時間前くらいに言われて、そんな焦るやん急に言われてさ、はやばと思って考えよったけどもう全くになって、泣きながら先生よ助けあの振りができたって感じ終わったんよ。まあ、今もあるけど、今はちょっと2階まで上がったりせんといかんからめんどくさいんやけど、あの時はもうほんとちょっと歩いたらレッスン場があったから、そこにんけんね、初期からお披露目前からずっと変わらん先生は。てかね、変わったら私たちが多分無理なんか会社が変わった時にダンスの先生が一回変わったのね、誰みたいなで、なんかやっぱ教え方とかもやっぱ人それぞれ違うじゃん。世間がちょっとざわざわしてた時、今はさもうさ、あまたコロナかよみたいになるじゃん。でもその時はまだコロナっていうものが全然その世に知れ渡ってなかったから、とりあえず家の中でさみんなね自宅待機してたじゃん。あの時期になんか先生が変わって、とりあえずなんかこう振りを覚えてくださいみたいな言われて、なんか全然全くこうアイドル系でもなく、なんて言ったらいいんだろう、まだあのなんて言ったらいいんだろうなんかどのジャンルかもよく分からんけど、まあなんかその振りを覚えて、なんかなんて言ったらコンテンポラリーダンスみたいな、ほんとなんか全身を使って表現するみたいな感じのダンスやったんやけど、やっぱりなんか今までと全然違うし、そもそもなんかアイドルやのにそんなゴリゴリのダンス、あのちょっと無理ですってなってなんかね、レッスン入ってはくれてたんだけど、なんかやっぱりこう自主性というか、まあやりたい人っていうか、一応そのマネージャーさんがね決めてはくれてたんだよ、この日はこの人たちで、少人数でやってたからさ。けどなんかあの辞退っていうか、ちょっと やりたくないですみたいな人がちょっと増えてきちゃって、ちょっとごめんなさいってなっちゃったんだけど、やっぱ長年さ同じ先生でやっぱ教え方とかもそっちに慣れちゃってるから、まあ私たちとか特にね、もう10年間ずっと何か、まあその時やっぱ何かこういろんなものが、急にこう環境がね、まあ、会社も変わったし急に変わったから、みんな結構ついていけんことが多くて、多分何何何みたいになってたと思うんだけど、そういうこともありました。焼肉食べたいな。急にな、焼肉は食べたい。
鶏焼肉はしたことないな。まだ一人焼肉って難しくない？一番難しいと思うんだけど、ランチとかだったらさあるじゃん、一人で食べれるようなやつ。まあ一人焼肉専用の焼肉屋さんとかもあるけどさ、難しいなって思うよね。明日エピックス治ってたらいいな。なんか23までに治しますって運営言ってたらしいけど、まだ全然ラグいし。わかんない、明日メンテナンスするのかな。え、ってことはこの期間ずっと何してたの？はにゃ？お腹すいた。お腹すいたよ。いやでもね、バグがあるって分かっとるのに、そもそもだってそれ出したのどれぐらいやった？ 20前やったよ。10 17とか16とか、なんかそこら辺にバグがなんか発生してるので早急に直したいと思いますみたいなツイートをしとって、あ、やったやっと直してくれるんやなと思っとったら、なんか23日までには必ずみたいな。え、そんな時間かかる？いや1日ぐらいできんくてもいいから、1日かけてでも直してほしいなと思うけどな。エペックスの運営さんは毎回遅いって言われるんよ。だからあ、明日みんなゼリー食べるからね、ゼリー用意しといてね。何時ぐらいに配信しようね明日ね。とても時間が難しい。そう、もらったやつ。なんだなんだ。なんか一緒に食べたいなって人はぜひゼリー買ってどうぞ。一緒に食べてください。あの、見るだけでも全然いいので。何味食べようかな。友達かて。いや多分ね、でもね、あの千引き屋さんのやつやからね、ワイがもらったものは味がねいっぱいあるのよね。どうしようかな。キウイはね、キウイはお母さんが大好きだからあげようと思って、キウイはね2個取ってあるの、2個あるからね。
かマンゴーと洋梨とチェリー。残ってるのかな。確か。だからまあそれの2種類のどれか、4種類やけど、それの4種類の中の2種類を食べようかな思ってる。洋梨めっちゃ好きなんだよ私。洋梨美味しい。では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 、では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 、そろそろ終わろうかな。だな。ゆかちゃんくまのぬいぐるみありがくま。ゆかちゃんくまのぬいぐるみありがとう。あ、いやでもよかったよかった。体はだいぶ楽になった。うん、よいしょ。あ、聞いてこない。しとったやん。でさ、こないださ、放送にねされてる佐久間ドロップスが売ってた。ハッカ飴。ハッカが大好きなんだ。なんか個包装の売ってあった。ハッカの飴が大好きなの。ハッカだけでもいいぐらい。うん、これはいっぱい入ってる。いちごとかとかすももとかも入ってるらしいよ。うまー、ハッカわい、多分こういうちょっとスースーした感じのがさ、ちっちゃい頃から大好きやったやん。だからチョコミントのアイスとかも大好き。めちゃめちゃ美味しい。ハッカだけのサクマドロップさ、カンカンのやつやろ多分。なんか駄菓子屋とかで見たことある。なんか緑色のパッケージの。フリスク嫌いやわ。辛いもん。では皆さん。
そろそろ終わりたいと思います。1時間ぐらい配信したんで。あと8個、1個ぐらいしか入ってなさそう。これも8個、これも8個か。8個いっぱい入ってるやん、嬉しい。あ、チョコミントアイス美味しいよって言っても、うちの家族もあんまり好きじゃないんだよね。やだって言われる。なんで美味しいのに言って食べるけど。チョコミント大福。コメントあんまり好きじゃない。あ、でもね、好き嫌い分かれるよね。やっぱもおるやん。めちゃめちゃ美味しい。ハッカは本当にマジ体にいい味がする。ちっちゃい頃食べた味やな。ミントのスーってするなんか爽快感がめちゃめちゃ好きやないの。では皆さん、ランキング読んで終わりたいと思います。チョコミント昔からあったよ。でもちっちゃい頃よう食べたもん。はい、13位ヒロさん、12位立花隼人さん、11位エレメンツさん、10位コマコマさん、キー宮野さん、8位中野の健二さん、7位ケポンさん、6位としぼうさん、5位すずともたんたんさん、4位ゆかちゃん、3位石川さん、2位かみさん、そして1位がほえさんでした。ありがとうございました。この他もたくさんコメントしてくれた皆さん、アイテム投げてくれた皆さんもありがとうございました。すごい、あの舌の上にの飴乗せて喋ったら舌足らずの人みたいになってる。すいませんね、今日はちょっと遅れて配信を撮ってしまいました。では皆様、また明日はみんなからもらった千引き屋のゼリーを食べます。めちゃめちゃ遅いけど、もらってからすいません、タイミングが分からなくて。マジでコーナー痛い。ではまた明日。